はい、どうも、うずです。今回は富士フイルムの新しいカメラ、まあ、新しいって言っても XH2S と XH2 なんですけれども、これらのカメラに関して富士フイルムの、イメージングソリューション事業部プロフェッショナルイメージンググループ商品企画グループの野口さんから直接お話を伺いましたので、まあ、めったにないね、貴重な機会だったので、ちょっと現地の方でインタビュー動画的なものを撮らさせていただきました。今回の動画はそのお話の映像でございます。はい、ということで早速そのお話をご覧いただきたいと思います。はい、じゃあどうすみません、今日はお話の方少し何でか自分が疑問を持ってたことを聞けるっていうことで、はいはい、何点かちょっと聞かせていただきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあすみません、お願いします、自己紹介を。はい、富士フイルムで X シリーズの商品企画を担当している野口拓也と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で早速なんですけれども、はい、まず今回 XH2S と XH2 を私使わせてもらって、はい、でそれぞれ新しい第5世代になっていて、いろいろ大変なことあったと思うんですよ、開発に関して。はい、その辺でなんか今回こう新世代に上がるのに対して苦労された点とかあれば。そうですね、まあ、XH2 と XH2S、はい、まあ、そこの開発っていうのは結構こう同時並行的にはやってたんですけれども、はい、まあ、特にやっぱり力を入れたのは AF のテストの部分、まあ、そこは結構写真家さんいろいろ巻き込んで何回も試作なんか繰り返して、まあ、非常に力を入れた部分だったかなと思いますね。今回なんか写真家さんの声をすごくよく聞いたっていう話を伺ったんですけど、それはかなりやられたみたいですね。はい、そうですね、やっぱり使ってみていただいて、そのフィードバックもらって直してっていうことをやらないと、どうしても狭い実験室でやっててもしょうがないので、実際に写真家さんに現場に持って行ってもらって、まあ、特にスポーツ系とかですね、はい、そういったところを使っていただきましたね。今回私も何度も使わせてもらって、やっぱり鳥を撮ったりとか車撮ったりとかするのがすごいオートフォーカスがびっしり決まるので、はい、進化の具合がすごいなって本当に思いましたね。もうちょっと別物のカメラになってるかと思います。そうですね、はい、なかなか。であとは自分の動画とかでよくコメントなんかで言われるのが、はい、動画機能に関して、はい、その熱の問題で止まっちゃう心配されてる方が多くて、はい、で公式サイトなんかだと結構長時間録画できるってなってるんですけど、はい、実際はその辺のバランスではどうなんですか、長時間撮影は。そうですね、我々の方でも、まあ、熱のシミュレーションだったり、あとは、まあ、寒く暑くなるような環境下を再現できるような、うん、そういうところがあるので、まあ、そこでテストをしていて、うん、我々のホームページで歌わせていただいている通り、うん、25度環境で 8K30p、うん、で、160分、うん、でただ、日本の夏すごい暑い、最近暑いですかね、暑いので、そういった40度の環境下でもテストしてまして、うん、そういった場合ですね、ちょっと設定で高温モードをオンにしていただくとか、そういう設定はあるんですけど、はい、一応それで、ボディ単体ファンなしで、13分かな、うんうん、で、ファンありで、60分までいけます。ファン割りは一気に伸びますね。そうですね、基本的に外装の構造もファンをつけた時に伸びるように、なるべくこのカメラのリア側って僕ら呼んでるんですけど、はい、こっちの方に熱を持ってって、うん、でファンをつけて効率的に冷やすっていうことをやってるので、はい、ファンをつけていただくとやっぱり効果は感じていただけるかなと思います。あ、じゃあ本体内部でも熱が溜まりやすい場所をちゃんと設計上でもう考えて作られてるんですね。そうですね、でどうしても後ろに流しきれないところは前とかっていうのがあるんですけど、うん、まあ、なるべくこう板金とかを合わせてリア側に持っていけるところは持っていく。なるほど、はい、それができてるおかげでその 8K とか 4K での映像でも長時間撮影を可能にされてるってことですね。そうですね、すごい。じゃあ、あとは私の方で先に質問したかったことなんですけど、はい、私 XH1 をお借りしてレビューだいぶ幕下にやったんですが、あの時ってシャッターがすごい触るだけですぐ切れて、はい、それがいいっていう方もいたと思うんですけど、私ちょっと若干苦手だったんですよ、はいはいはい、で今回の XH2 シリーズは触ってみてもそこまでは感じなかったんですけど、はい、そのシャッターは違いがやっぱりあるんでしょうか。そうですね、シャッター方式という大きい括りでは一緒なんですけども、はい、まあ、そこの感度の部分は、まあ、再調整というかさせていただいていて、はい、まあ、これも写真家の方に何度か触っていただいて、まあ、そこまで非常に敏感に感じられることはないんじゃないかなと思います。
確かにもう正直その XH2 をお借りして使った時はもう H1 のことをシャッターの感触は忘れてたんですけれども、ネットなんかでこうコメントいただいたりするとすごい言われて、あそういえばって思い出して、でも確かに今回 XH2 は S もその XH2 も両方使ってシャッターが本当に程よい感覚で切れるようになってた感じがします。まあ個人的な好みの問題もありますけど。そうですね、うん、特に前回だと、まあ、我々 S1、S2 って呼んだりするんですけど、はい、半押しと全押し、あ、はい、そこの境目もちょっとなかなかつかみにくいっていうようなお声もあったんで、そこをちゃんと S1 から S2 っていうのを分かりやすくするっていうのは心がけましたね。で今あのここでお話してて、もう早速これ目立つ縦グリップがあるんですけれども、はい、これがなんか XH シリーズは一体型でも良かったんじゃないかなって、はい、まあ、ちょっと個人的に思っちゃったりすることがあるんですけど、はい、そういう案ってあったりしたんですか？そうですね、あの本当に最初の構想段階ではあのこういった、まあ、単体ですとか、あとは一体型っていうのももちろん考えたんですけれども、あ、はい、まあ、我々の X シリーズの、まあ、大きな特徴の一つである小型軽量っていうところを考えると、まあ、やっぱり取り外し式にした方が、気軽に持っていきたいときに、まあ、持っていけるよねと。で、あとまあ今回新しくファイルトランスミッターっていう、はい、まあ、縦位置グリップタイプのトランスミッターの方も用意しているので、まあ、そういった、同じような形状で、まあ、2つタイプが選べる、使い分けができるっていうところも、まあ一つ、一体型にしなかったりですね、ユーザーが選んでそのオプションをつけられるっていうところではやっぱり、はい、そうです。でもすごいですね、ちょっと今日来てその構想には最初期の構想にあったって聞いただけでも、はい、ああやっぱり考えられてたんだなっていうのが分かって、貴重なお話ですね。そうですね、我々もフラッグシップ感を出すのに、はいはい、どういう、方式があるんだろうかっていうところで、やっぱりああいう縦位置一体型ってザフラッグシップ、そうですね、やっぱフラッグシップってありますよね。それであの X マウントのもいろいろ聞きたいこともまだあるんですけれども、はいはい、こうちょうど新しいレンズの GFX の、はい、あの 20-35mm レンズがありますので、はい、このレンズって GFX ラージフォーマットを持ってる方ってかなり待ち望んでたレンズですよね。相当待ち望んでたと思います。そうですね、超広角のズームレンズってなんかもうすごい、はい、私まだちょっとこの時点では動画を公開してないんですけど、はい、実はもう動画用意できていて、レビューので、それなんであの皆さんからあの早く 20-35 の動画レビューは公開してくれって言われるぐらい気にされてる方がいらっしゃって、はいはい、なるほど。これなんかもあの今回どういったコンセプトで用意されたものなんでしょうか？やっぱりですね、あの先ほどもおっしゃられたように、あのワイドはすごい GFX のまあ得意分野というか、はい、非常にニーズの高い部分でして、はい、まあ、風景はもちろん、あとは建築系ですよね。そういったところで、まあ、GFX のワイドレンズ欲しいっていうお声はいただいてたんですけど、はい、まあ、このレンズも相当技術的ハードルが高くて、正直このサイズに収める、はい、うん、まあ、結果的には収められたんですけど、はい、その前の構想段階だとすごいでかくて何度かこうスキップしてたんですね。ちょっとこれだと まだ商品化できないねっていうことで、はい、でそこでもう本当に工学設計が一生懸命こう設計の試行錯誤を繰り返して、ようやくブレイクスルーがあったんですよね、工学設計の中で。あ、これだっていう、これだったらいけるっていうのがあって、ようやくこの初言でこのサイズに収めることができたっていうレンズになってます。カメラのレビューとかレンズとかいろいろやらせていただいていて、はい、特にこの超広角域のレンズって絶対的に大きくなる印象があったんですよね、はい、それがだからこの GFX のこのマウントの形でこれに収められてたら確かにすごいなと思ったんですよね。そうですね、標準 あの3264なんかと、はい、そんなに大きくは変わらないサイズ感でできているので、そこのサイズ感をこうここだっていうところでクリアできたところで、このレンズが結果的に登場することになったんですね、はい、そうですね、すごい。だもう本当に GFX 使ってる方は結構たくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、このレンズはもう必ず持っててほしいぐらい、そうですね素晴らしい出来ですね。本当にこのレンズが出たからちょっと GFX 使えるようになったみたいな方もやっぱりいらっしゃるので、一番そこの部分を利用したいやっぱり風景写真家の方とかたくさんいますよね。そうなんですよ。今お話いろいろ聞いてみたんですけど、まだここの場だけでちょっと話せるようなこう面白いネタみたいなのがあったら聞きたいんですけど、何かありますか？はい、あります。実は今回からあのメカシャッター、それから電子先膜電子シャッターの時にも、はい、シャッターの電子音を
鳴らせるようになってます。音を、はい、はい、まあ、なんでって思われる方もいるかもしれないんですけど、うん、まあ、ポートレートモデルさんとか撮影するときに、うん、今の、そのままのメカシャッター音だと小さすぎてちょっとリズムが取りにくいという、うんうん、あのユーザーの方いらっしゃったので、メカシャッターの時にもちょっと、まあ、大きさも選べるんですけれども。あ、3段階あるんですね。はい、3段階で、で音も3種類音3種類あるんですね。はい、こだわってますね。この音を、メカシャッターをで撮影する時も、鳴らすことができると。結構大きめの音だから、これポートレート撮影で実際ちゃんと使えますね。そうですね、うん、はい、はい、いかがだったでしょうか。まあね、富士フイルムの新しいカメラのタッチ&トライがあるということで、六本木のミッドタウンのところに行ってきたんですけれども、最初はね、ちょっと動画そんな撮るつもりなくて行ったんですが、まあいつも通りね、カメラ持ってってたんですけど、なんかそしたら、うずさん、せっかくだから動画撮ったらいかがですかって誘われちゃって、はい、撮らせていただいたのが今回の動画だったんですね。で、三脚とかね、準備をあまりせずに行っちゃったので、急遽この360度カメラを置いて、で、あとは、カバンに入れてあった一眼カメラを使っての撮影だったので、まあちょっと今回はね、面白映像的な感じのインタビュー動画になっちゃったので、ちょっと見にくかったって方がいらっしゃるかもしれないんですが、まあ基本はお話がメインの動画だったので、はい、どのように楽しめたかはわからないんですけれども、動画の方ね、楽しめていただけたのなら幸いでございます。富士フイルムのレビュー動画に関しては、この時点ではまだ 150-600mm を XH2 につけて撮影したレビュー動画を上げられてませんので、そちらの方も本当近日中に公開しますので、お楽しみにしておいていただければと思います。今回も動画のご視聴ありがとうございました。普段からカメラの話、ゲームの話を中心に YouTube チャンネルやってますので、趣味興味がある方はぜひ高評価チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ではまた別の動画で、バイバイ。まあ本当富士フイルムさんにはね、いつもお世話になっていて、まあ正直にね、商品のレビューなんかもさせていただいてるんですけれども、今後もちょっと私の撮影環境が大きく変わりますので、そのことも富士フイルムのいつもお世話になっている方にはお伝えしましたので、はい、そういった形でまた新しいね、ちょっと富士フイルムのカメラの仕様をいろいろとね、試していければと思います。はい、10月からまたちょっと新しい試みを始める私の YouTube チャンネルなんですけども、皆さんもお楽しみにしていただけると嬉しいです。はい、私も本当にこの2022年後半はチャレンジの時になると思いますので、まあ2023年来年も含めて、より励んでいきたいと思います。